ですねライトボタンになってまして押していただくと光ります。で しばらくしますと自動で消えます、はい、でこちらがですねメニューボタン決定ボタンでして一度押していただきますとメニューが出ます。で GPS を補足するときにはこの後またクロノグラフ機能を使って決定ボタンを押していただきますと GPS がサーチ中と文字が出ますのでこのままお待ちいただきます、はい、そうしますとちょっとこちらは屋内なので GPS 補足できないので一旦ちょっと GPS オフで見ますがこういった画面が出まして、はい、ここのボタンを押していただくと計測が始まります。で走っていただいて計測終わりますとまたここを押していただきますとタイムがストップします。で計測したデータはこのままこちらにセットしていただきますと読み込むと、はい、こういったアップローダーソフトが自動で立ち上がりましてアップロードをしていただきますと先ほどのこういうネオランというウェブアプリが出まして記録管理ができます、はい、雨に濡れても問題ありません、はい、あとはですね弊社で独自で GPS チップを開発しておりますので、はい、他社さんの場合はこちらにアンテナがついていますが弊社の場合はこの盤面の裏にフラットアンテナがついてますので、はい、その分ベルトの部分が自由度が効きましてこのように私のような女性でも、ちょっと GPS なの GPS ウォッチの中ではかなりフィットしやすいような、はい、デザインとして使うことができます。あとは電池寿命が、GPS オンの状態で14時間持ちますので、はい、他の競合さんと比べますとかなり持ちが電池寿命が長いです。あ、そうですか。はい。